パラーことマルコス・ホジェリオ・ヒッシロペスはブラジル・パラー・シュジョアンド・アラグアイア出身のサッカー選手。カンピオナーとブラジレーロ・サントス FC 所属。ポジションはディフェンダー。e c んとアンドレの下部組織出身でトップチームに昇格した。2008年にサントス FC に移籍。2012年に期限付き移籍でグレミオフブッパに加入すると、 翌2013年1月に完全移籍。2015年1月に期限付き移籍で CR、フラメンゴに加入。これは、グレミオの借金返済のための期限付き移籍であった。当初は控えであったが、レオ・モーラがクラブを去ると繰り上げで、スターティングメンバーになった。その後完全移籍で加入。2016年10月に彼は、アラン・パトリキ、マルセロ・シリーノ、エベルトン、 パウリーニョと共に過剰なパーティーをしたところをメディアに報じられた。彼らはこのパーティーで飲んでいたビールの名前からボンジダステラと呼ばれるようになってしまい、5人全員が罰金を命じられた。なおパウリーニョに至っては翌シーズンに期限付き遺跡の形で放出された。2017年5月16日に2019年12月まで契約を延長した。 小さい頃からフラメンゴのサポーターであったことを公言している。ありがとうございます。